台湾ラジオ第17回であります。今回はですね、映画の解説なんですけれども、公民化を宣伝する映画にサヨンの鐘という映画がございまして、これが1943年に公開された映画なんですけれども、そのサヨンの鐘についてちょっと述べたいと、このように思います。まず、えっ、ー、と、主演がですね、リコーランさんなんですね。で、満州映画協会がリコーランさんを こうまあ、送り込むとといいうことで関わっていますで私、調べてみますと、監督は松竹の人だったんですね。で、金を出したのはおそらく、えー、と制作費を出したのは台湾総督府という感じで、ですねこの満州映画協会と松竹と台湾総督府がタッグを組んで作った映画が、このサヨンの金であるというふうにまあ言っていいわけですね。で、えっ、ー、と、そのある実話をですね、ベースにした映画であります。 でまずはその実話がどういうものであったかということを踏まえてですね、で映画の方に入っていきたいと、このように思いますで、えーと。実際にですね、サヨンという女性が台湾にいらしたということらしいんですね、でサヨンさんというふうにお呼びするのがいいのかもしれませんけれども、えー、と原住民、台湾原住民の集落で生きているあとある少女であったと。でえー、とあるとある山奥、山岳地帯に 集落があってそこにそのサヨンさんが暮らす、まあ、集落があったと。で、えーその、その集落にはですね、ある日本人男性が派遣されていたということなんですね。で、その男性はどういう男性かというと、警察官と学校の先生を兼任する、そのような男性であったということなんですね。で、えー、と彼はそこでその原住民の人たちに一生懸命、その、 まあ公務員としてのサービスを提供していた、公僕として頑張っていたということになるんですが、そこに召集令状が届くんですね。で、彼は兵隊にならなくてはいけませんので、山を降りるということになります。その際に、あの、現地の人たちがですね、先生の荷物を背負ってですね、途中まで送っていくということになってですね、その荷物を背負う人たちの一人の中に、えー、っと、一人に、 そのサヨンという少女がいて彼女は荷物を背負って山を下りている最中事故が起きてしまい彼女は川に落ちたとでそのまま帰らぬ人になってしまったというのが、えー、と実際に起きたことであるということらしいんですね。で、えー、とそのただあのそれだけであれば悲しい事故ということであの終わっていくことだと思うんですがこのサヨンを愛国少女としてですね こう一気にこう宣伝されていくわけですあのサヨンを賛美していく愛国少女サヨンは素晴らしいというそこの話がです、ね、広がってです、ね、サヨン伝説みたいになっていくわけですねで現地に鐘が送られます鐘が設置されますこう,なんかこ,うこう鳴らす鐘ですねでそのサヨンの鐘と呼ばれますでこの鐘の音を聞いてサヨンを思い出すというような効果が多分期待されたと思うんですが鐘だけではなくてですね 歌も作られるんですねサヨンの鐘という歌が作られますでこのサヨンの鐘をあのー、歌詞を書いたのが西条やそですね有名なあのセクシカですけれどもで愛国的な歌詞あるいはあの戦争賛美の歌詞をたくさん書いたということで西条やそは戦後あのー、批判されるんですけれども1940年代であればまだあの 最女優はバリバリにです、ね、そういう,こう求められるがままにですねそのような歌詞をたくさん書いていた時代ですのでこの時も「サオンの鐘」ということで歌詞を書いたとで作曲が古賀正男なわけですねでえー、っと歌っていたのが渡辺浜子という女性だそうでありました私はこの方のことはよくはわからないんですけれどもこれで,です、ね「でサオンの鐘」という歌がリリースされてですねこれが大変にヒットしたそうでありますであの さらにこの、なんていうのかな、あの勢いに乗ってですね、映画化もされたというのがですね、冒頭で申し上げました、サヨンの鐘という映画なわけですね。で、私いろいろ調べてみますと、実はですね、映画だけではなくて、あの、 まず歌があって映画が作られる中間にですねあの小短編小説,小説も書かれていますで短編小説が、えー、っと載せられたです、ね、雑誌も私見つけましたでこれはの学術論文で書けよという話になるんですけれどもあのー まあそれもやるべきなんですが、あの怠けずにそれやるべきなんですけど、私はちょっとせっかちなものですから、先に YouTube で喋っちゃおうと思って今喋ってるということであります。でですね、あのでまあえー、と繰り返しになりますけども、えー、とまず歌が事件があって、歌になって短編小説になって映画になるというようなこう流れがあったわけですね。であの、この映画を実際に見てみますと、ですねあの時々この映画に関する解説で、 あの少女サヨンの日本人男性に対する恋心みたいなあの説明がされていることがあるんですけれども私が映画で見た限りではそのようなものはないですねそのようなロマンスのある映画ではないですえー、っとサヨンはですね確かに先生のことが大好きなんだけれどもそれは決してですねあのロマンチックな感情で恋愛感情を抱いているから大好きというよりはですね先生頑張ってみたいなあの。 もうちょっと清潔な感じのする、あのーそうですね、先生への人間愛は発揮されていると。 いう,ような印象を得ましたサヨンはむしろですね日本帝国という物語に自分,をのここ自分の心を一致させようとしている自分の心を日本帝国に捧げている先生個人ではなくてサヨンが関心があるのは日本帝国なんですね。で日本帝国という大きい物語に自分の気持ちをこう一致させてその時に高揚感を感じるというような。あの 作りになっているで先生がずっと下に降りていく姿をあのサイモンはこう荷物を背負いながら見るわけですねで先生頑張ってと思ってバンザーイバンザーイと言って気持ちが高揚してしまって気持ちが高揚しすぎてちょっと足元が不注意になってしまいあの川に落ちてしまうという流れになるんですけどこのバンザイバンザイの様子がですね恋心ではなくてやはり日本帝国へのあのー、こううでしょうねロイヤリティのようなものでしょうかね。あの日本帝国 そういう大きい物語に自分の感情が一致していったということで、高揚感を感じたという作りになっているで、こっちの方が当時は重視されたんだと思います。あの、個々人の日本人男性がモテるかどうか、なんていうのはみんなどうでもよくて、あのそれよりもあの植民地の人であったり、あるいはあの戦地の占領された人。土地の人々が日本帝国にちゃんとシンパシーを感じてくれるかどうかということの方が。 はるるかににみんんなな気にしていたような感じがあるんですねでリコーランはあの本当はですね山口よし子さんという日本人女性なんだけれども当時は設定として本物の中国人女性だという設定になっていましたからリコーランが日本大好きとかですねあの満州国はあのなんか正しいみたいなことを言うと日本がすごく日本人ですごくみんな喜んだわけですねでその文脈でリコーランが出てあの万歳万歳って言ってくれるとみんなこう日本人の観客が喜ぶというようなこともこの映画 ではままあ狙いいととしてあったと思いますけれどもですから植民地の女性サヨンという台湾原住民の植民地の女性が日本帝国にこう感情を一致させてくれるということがですねあのメッセージ性としてはすごく重要だったんだと思うんですね。で観客はそれを求めていてそういう映画を見て観客が支持をするというようなことがあったんだというふうに思います。ででああののー、そう思う思とですねあの 日本人の、えー、と男性であるその先生へのロマンスの感情というふうに考えるとすごくですね話が歪償化されてしまって実際のところはよく分かんなくなってしまいますから、まあ、映画をよく見てですねあのあちょっと違うなこれはむしろやはりあの公民化を宣伝して帝国主義を宣伝する映画なんだなというふうに見た方がより分かりやすいんじゃないかなと。 いいう,うに思いますもちろんその宗主国の男性に魅力を感じる日本人あすみません、えー、占領地の女性というような形であのこうなんていうのかなあの帝国主義を宣伝するという,いう手法はあるし実際あの長谷川一夫にこうリコーランがぶたれてですねビンタされてリコーランが長谷川一夫が好きとかなるそういう映画もあるわけですからそこはあの あのそれはちょっとあのまた別枠で考えなくてはいけないし私はそのような映画の作り方については大変に大いに批判的ではあるんだけれども、あのー、リコーランの,そのサヨンの金に関してはそうではないともうちょっと別の視点が必要だろうというふうに思います。で、えー、とベネディクト・アンダーソンというです、ね、男がですねて、えーそのえー、国家についてあるいはあの国民国家の成立についてあるいは帝国主義の,あのこう 広がりの成立について考えるためにですね、創造の共同体という本を書きましたけれども、それは大変に理論書としていろんなところで使用されている、そのような著作でありますが、彼はですね、そのどんなふうにして人がですねあの、手で触ることができない国家に対して自分を一致させていくのかということを議論しようとしたと。 でまさしく「サヨンの鐘の」の中の,このサヨンという少女が自分の感情をです、ね、あのて日本帝国に一致させていこうとしたこの動きというのはまさにその心の動きはまさにベネディクト・アンダーソンが議論した個人が国家に心を一致させていく目に見えない手に触ることのできない抽象的な国家に,に個人がこう貴族意識を持っていくという心の流れが あのどういうものであったかということをですね端的に描いているのがサヨンの鐘であろ,うとあろうかと思います。で、えー、っとこの映画の冒頭でですね、えー、サヨンがですねもっと小さい子供たちにです、ね、今日は何曜日だってこう集落の友達子供たちに、あのー、こう質問するそういうのような場面があるんですけどもこれはあの時間の概念を 時間の感覚をですね子どもたちに教えてるわけですね。で、テストして確認しているわけです。で、時間の、月から水、木、金、土、日という時間の概念、カレンダーの概念を持ち込んできたのは、日本人だと、近代人になるための条件は、この1週間だとか、そういう概念を理解するのが、近代人にとって必須の概念なんだと。 で、日本がそれを持ち込んだんだ。だから日本帝国素晴らしいよね、みたいな、そういうことを、こう、えーと、映画の冒頭で言おうとしていると。で、これが、あの、今、現代人の我々が見ると、ちょっとややですね、あまりにもですね、わかりやすすぎて、ちょっと、ややこう、白けてしまうんですけども、当時はやっぱりそういう形で、台湾の山奥に行く、非常山奥に住んでいる、非常に日本人とは文化が違う人たち、文化的に 非常に違っている言語的にも非常に違った人たちが日本帝国の力によって文明化していくという姿を見て日本人はこう胸熱になるというようなプロセスがあったということがこの映画を見ると分かるということですであの今更今21世紀の我々がですねこのポストモダンに生きているはずの我々が今更そんなこう国民国家どうこうの議論なんかしてもちょっと始まんないんじゃないかちょっとダサいんじゃないかと私思うんですけれども でもですね、えー、っと、今、例えば SNS であったり、あるいはその他様々な細分化されたコミュニティに、やはりそれぞれにですね、伝説ってあると思うんですよ。で、伝説がいかに生み出されていくか、伝説がいかに維持されていくか、そしてそのそれぞれのコミュニティに所属,所属する人々が、いかにその伝説を大事にして、伝説を壊さ、壊すまいとするか。 というようなことをですね、考える材料にサヨンの金は今でも使えるのではないかなというようなことも思いますのであのぜひです、ね、ご参考にしていただければ幸いでございます。では、あのこれで終わりです。ありがとうございました。